新英隊少将時代の写真、カールフリードリヒングラーフフォン・ピュクラーイコールブルクハウス、フライヘア・ホングローディズは、ナチス・ドイツの新英隊の将軍。最終階級は、新英隊中将及び、武装新英隊中将。プロイセン王国ブレスラウに、プロイセン陸軍の貴族将校の息子として生まれる。1913年にザクセン・アルテンブルク公使、アルベルトの娘。 オルガエリ・ーザベトと結婚した。第一次世界大戦には参謀幕僚として従軍。大戦中に一級鉄十字章と二級鉄十字章を叙勲。戦後は、シレジアで義勇軍に参加。その後、フォンピュック・クライコールブルクハウス伯爵家へ帰り、広大な辞書の経営を行った。1931年に、 国家社会主義ドイツ労働者党と突撃隊に参加し、同月に突撃隊少佐に昇進した。1932年より、シュレジア地方のナチ党の弁士として活動した後、7月1日に、常勤指導者となった。突撃隊集団、シュレージェンの幕僚となり、1933年4月10日に、突撃隊巡将に昇進した。 1933年6月1日から6月30日まで、第一突撃隊上級集団の指導者を務め、1933年7月1日から1934年3月14日まで、第三突撃隊上級集団の幕僚長となった。1933年3月、ドイツ国会選挙において、第9選挙区から当選しなち党の国会議員団に所属する。 1934年のレーム事件の影響により、7月1日から突撃隊の指導者を辞退したが、1937年の1月30日より突撃隊少将として復帰し、1938年には突撃隊本部の事務室長となる。また、同年、大尉の階級でドイツ国防軍陸軍に入隊した。1940年に少佐に昇進し、 第337不評師団の参謀将校となる。1940年7月に、新衛隊少将の階級で、新衛隊2席跡、新衛隊地区、南東やシュプレーの参謀将校となる。1942年1月から1943年3月まで、エイリヒフォンデムバッハの公認として、中央ロシア新衛隊及び、警察高級指導者に就任し、 1>, 1月から5月まで中央ロシアにおけるユダヤ人の大量殺戮に関わった。1942年9月12日からは武装新衛隊に所属し、1943年5月1日には新衛隊中将に昇進し、1944年2月17日にかけて第 15SS 武装的弾兵士団の師団長に任じられた。その後、 ドイツの敗戦までチェコスロバキアに所在する武装親衛隊の司令官を務めた。プラハのドイツ市民をできる限り避難させて、ソ連軍の手から逃がした後、1945年5月12日にピルゼンにおいて実決した。ありがとうございます。